こんにちは。天馬アカデミー堀秀夫です。今日は、東大卒でね、年収300万というこの記事が割とね、見てる方多いみたいなんで、東大卒でもなぜ年収が低いのか。というか、なぜ東大卒だとね、年収が高くて当たり前だというふうに考えるのかが不思議なんですけど、どこの大学出たかっていうのは、主に大学卒業後の新卒の時ですね、どの会社に入れるかっていった意味では、役に立ちますけど、その後転職しちゃったらね、学歴は全く関係ないと、むしろ東大卒っていうのはね、それだけティーアップされてやるんだろうなというのでね、採用しますからね、なんか普通の働きだったら、なんだ東大卒なのに大したことないなと。昔のね、バブルの頃、景気の良かった頃の日本企業だったらね、ブランドとして東大卒取りたいとかいうのがあったかもしれないですけど、今やね、ブランドで東大卒なんて取って使えない高学歴な人雇ってたらね、会社が危うくなっちゃいますんで、学歴はあんま関係ない。あんま関係ないというか、全く関係ないと。ね、所得と学歴になぜ、関連性を求めるのか。私にとってはね、血液占いぐらいの、関連性しか見当たらないんですけど、なぜかね、高学歴だけど、もったいない、ね、あんまり稼いでないとかね、転職したら役に立ちません。初めの新卒の時に高学歴を生かすんであれば、ね、もう潰れないような会社を選んで入って、そこにずっといると。会社っていった意味でちょっと弱いですね。公務員になって、ずっと公務員をやるっていうんだったら、東大卒いいんじゃないかなと思いますけど、そうじゃなくてね、この方の、インタビュー見てるとね、東大卒は誇りだけど、そのことで高級の目にさらされたくないと、ね、東大卒で低収入ですって言えば、高級の目にさらされるのは当たり前だと思うんですけど、何を狙ってるのかなと、ね、でもともとね、昔からの夢だった世界一の旅に出るために、後先考えず27歳で退職と。なぜ世界一周の旅へ出たかったのに、東大卒で政府に入ったか、もうちょい、世界各国を回れるような仕事にすればよかったのにっていう、いろいろの不思議なツッコミどころがこの人の経歴にありますよね。勉強はできたんだけど、実務的な頭の良さはあんまりなかったかもしれません。でそもそもね、学歴と所得全く関係ないです。まず世界一の大金持ちビル・ゲイツ大学中退、ウォーレン・バフェット大学中退、ジェフ・ペゾスはエリートですけどね、頭非常に良くて大学出てますけど、アマンシオ・オルテガ中卒、マーク・ザッカーバーグハーバード大中退、大学出てるの1人しかいないと、だからむしろ、大学出てると金持ちになりにくいということが言えます。これなんでかっていうとね、決して偶然ではなくて、いい学歴があるからそれを生かそうとしてしまうと。で、それを生かそうとしてしまえばね、必然的に、そんなに稼げない仕事にしかつけない。安定性がある限りに大して稼げないという仕事に就くんで、それは金持ちにならんでしょうね。そんな、ね、かねてから疑問だったんですけど、あんまりそういう論調をね、見たことないんで、ちょっと、動画を作ってみました。にこれは関連性を乱すことがどうかしていると、ね、血液型が O なら O だったとかね、A なら几帳面とか、その程度の関連性なんでね、学歴、多分ね、でも海外だったらありえないでしょうね。いい学校出てるのに所得が低いとか高いとかっていう発想が多分ないと思います。それぐらい無関係なんでですね、学歴、あんまり大した大学出てないとか、そもそも大学出てないとか、あるいは高校途中で辞めちゃった。全然むしろ稼ぐには有利なんでですね、大学歴と所得には何の関係もないと、ね、いうのを、覚えておいているというかですね、稼ぐのにもしも学歴ないからとかいうのがちらっとでも頭をかすめたらね、そんなの関係ないというのをね、思い起こしてください。世界の、億万長者トップ5、1人しか大卒いないです。以上、天馬アカデミー堀秀夫でした。